ジョン・キャスパーはアメリカ合衆国の宇宙飛行士、アメリカ空軍のパイロットである。1943年7月9日にサウスカロライナ州グリーンビルで生まれたが、ジョージア州ゲインズビルを故郷と考えている。ボーイスカウトアメリカ連盟で活動し、2番目のランクのライフスカウトまで昇格した。1966年に空軍士官学校で工学の学士号。 1967年にパーデュー大学で宇宙工学の修士号を取得した。宇宙飛行士になる前、キャスパーはテキサス州のリーズ空軍基地で資格を得てアメリカ空軍の戦闘機パイロットであった。アリゾナ州のルーク空軍基地で F-100 の訓練を受けた後、ベトナム戦争では第35戦術戦闘航空団に所属して229回の航戦を行った。 ベトナム遠征後は、イギリスのレイクンヒース空軍基地の第485戦術戦闘航空団に配属されて F-100 と F-4 に乗った。キャスパーは、カリフォルニア州、エドワーズ空軍基地のテストパイロット学校に選ばれ、74A クラスで卒業した。卒業後、F-4 テストチームのチーフとなり、F-4G の最初の飛行と武器の分離の試験や、 F-4E よび A-7 のアビオニクスの試験等を担当した。その後、第6513試験飛行団の管理職、その後司令官を務め、戦術航空兵器システムの評価と開発のための飛行試験を行った。その後、ペンタゴンのアメリカ空軍本部に配属され、特別プロジェクトオフィスの副チーフを務め、戦術戦略プログラムの要件、 運用コンセプト、ポリシー、舞台構造の策定等を行った。52の異なる機体で1万時間以上の飛行経験を持つ。キャスパーは1984年5月に NASA に選ばれ、1985年6月に宇宙飛行士になった。4度の宇宙飛行を経験し、合計825時間以上宇宙で過ごした。 STS-36 では操縦手、STS-54、STS-62、STS-77 では船長を務めた。宇宙飛行士室では、オペレーションズデベロップメントブランチを率いて、前輪のステアリングやブレーキ、タイヤの改良、着陸用パラシュートの開発を行ったほか、W、シャトルアビオニクスインテグレーションラボラトリーで、 宇宙飛行士チームのリーダー、ミッションコントロールセンターで、カプコン等を務めた。最後のミッションを終えて、NASA で、さらに責任の大きな地位についた。ジョンソン宇宙センターで、セーフティー、リライアビリティー、アンドクオリティーアシュランスのディレクターを務め、国際宇宙、ステーション、スペースシャトル、RS-84W、クルーリターンビヒクルを含む、 ジョンソン宇宙センターの有人宇宙飛行プログラムで安全性、信頼性、品質の責任者であった。また、怪我、人命損失、固定資産の損失を防ぐための効果的な安全プログラムの計画、指導、実施を担当した。2003年2月のコロンビア号空中分解事故後、キャスパーは NASA の事故調査チームで破片回収作業を代理し6000人以上での地上、 空中、水域の捜索による破片の保護と保管を指揮した。またコロンビア号事故調査委員会による勧告に、対応するために必要なすべての活動に取り組む、責任を持つ NASA 本部の独立チームであるリターン2、フライトプラニングチームの共同議長を務めた。現在は、スペースシャトル計画のアソシエートマネージャーを務め、計画の管理、統合、運営を支援している。 STS-36 は1990年2月28日にケネディ宇宙センターからスペースシャトルアトランティスで打ち上げられた。国防総省の機密ペイロードを運ぶミッションで当時のアメリカ合衆国の有人宇宙飛行では最も高い62度の射角で打ち上げられた。187万マイル飛行して地球を72周した後3月4日に エドワーズ空軍基地の固定に着陸した。ミッション期間は106時間19分43秒であった。STS-54 は1993年1月13日にケネディ宇宙センターからスペースシャトルエンデバーで打ち上げられた。5人の乗組員は他の4つの衛星に加わってスペースシャトルや他の低機動化学衛星を支援する。 通信ネットワークを完成する NASA の TDRS-F を展開した。ペイロードイで運ばれた産卵 X 線分光計が X 線データを集め銀河系の X 線の起源についての謎を調査することを可能とした。宇宙遊泳では国際宇宙ステーションの組み立てに役立つ多くの教訓が得られた。また、初めて飛行中に燃料電池を切断。 再起動し、他の宇宙ステーションで使えることを実証した。250万マイル飛行して地球を96周した後、1月19日にケネディ宇宙センターに着陸した。ミッション期間は143時間38分であった。STS-62 は1994年3月4日にケネディ宇宙センターからスペースシャトルコロンビアで打ち上げられた。 二週間の微小重力実験のためのミッションで、ユナイテッドステーツマイクログラビティペイロードと、オフィスオブエアロノーティクススペーステクノロジーのペイロードが運ばれた。このペイロードには、半導体結晶成長の過程を理解するための実験、合金が固化する過程の研究、臨界点の物質の研究、将来の宇宙飛行に用いる新技術の試験等が含まれていた。また、 リモートマニピュレータシステムのアームを整列させて、新しい時期、エンドエフェクタデペイロードをつかむ新しい技術の試験も行われた。コロンビアは原子酸素と窒素分子によって引き起こされる宇宙船の輝きと侵食に関するデータを収集するため、新記録となる 195km という低高度で飛行した。582万マイル飛行して、 地球を224周した後、3月12日に、ケネディ宇宙センターに着陸した。STS-77 は、1996年5月19日に、ケネディ宇宙センターから、スペースシャトルエンデバーで打ち上げられた。スパルタン衛星と一度、サテライトテスト、ユニットと3度の、記録となる合計4度、約21時間のランデブー飛行を行った。飛行中、 乗組員はスペースハーブで材料科学、流体物理学、生物工学等の12の実験も行った。大きく膨らませることのできる宇宙構造のコンセプトを実証するためのインフレータブルアンテナエクスペリメントを乗せたスパルタン衛星が展開、回収された。空気力学的力や磁気制度を用いた自己安定化のコンセプトを試験する小さなサテライト、 テストユニットも展開された。410万マイル飛行して地球を160周した後5月29日にケネディ宇宙センターに着陸した。ミッション期間は240時間39分であった。ありがとうございます。